はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は赤バラを使ったミニブーケの作り方です。枝物を使ってね、少しこう使っていくんですけれども、まあ、その使い方とかはね、ちょっとポイントになっていくんではないかと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では実際に作っていきます。まずこのヤシャ、こういうヤシャという枝です。これはまあ今回はちゃんと水につけていく方法ですね。まずこういうふうに切り分けますね。まあこういうふうに切り分けます。はい、そしたらこのヤシャをですね、こう溜めて、まあヤシャは折り溜めが効きますんで、少しこうこのようなこのような状態、要するにまっすぐだとこうなっちゃうじゃないですか、花束って。こういうふうにして横に出るような状態を作ります。このような状態です。そしたらここで一度これは形を作ったら離してしまって、このニューサイランですね、ニューサイランをこのように裂いて、でこう丸めてホチキスで留めます。このようにホチキスで留めます。そういうパーツをいくつか作っていきます。はい、そしてホチキスで留めないこのこういう細長いニューサイランですね、こう裂いた細長いニューサイランも取っておきます。でこれは少しこう幅の違う細さのものも作っておきましょう。はい、では組んでいきます。まず先ほどのヤシャですね。まあ、ヤシャをこのように持ちます。いったらもうここに赤バラを、まあ、これ赤バラは花の葉っぱは全部取ってあります。このように組んでいきますね。このブルーニアですねを入れます。はい、これで少しねこう花束が安定していきます。でブルーニアを入れます。そしたらここでニューサイランを丸めたものですねを入れましょう。こうです。いいですか。これをこうどんどん入れていきます。そして赤バラをまた入れます。この繰り返しをやっていくんですね。で適度なところでまたこのブルーニアを反対側にも入れます。そしてニューサイランを入れます。で赤バラを入れますね。ニューサイランを入れます。これね、まあ、ニューサイだけを全部いっぺんに入れて、その後赤バラ入れてとか、そういう感じではないんです、花束って。まあ、結構交互に交互に入れていくことが多いんで、まあ、ハウトゥーはね、こう交互に交互に作っていくことになりますね。はい、こういう感じです。この氷室杉ですねをこの下に入れます。このようになっていきます。そしたらここでさっきの細くしたニューサイランありますね、これを持ってこのようにこの上を、ね、通過させる、花の上を通過させる動きを作るんですね。こういう感じですね。これ数ランク上のテクニックを見せるミニブーケの作り方とかっていうタイトルに変えようかな。ね、実際ほら数ランク上に見えるでしょ。ね。でこの周りに氷室杉を入れていきます。よくね花束回さないとできないんですかっていう人がいるんですけど。今回はちょっとそういう人のために僕回さないで作ってます。できてますね。回さなくても回すとこう持ち手を回していくんですね。持ち手を回さなくてもできます、実際のことを言って。はい、これで完成です。では結束して正面から見てみましょう。
はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。こう360度展開で出てきますね。そしてこの色合いもうまさにこうクリスマスです。なのでクリスマスが近づいたらこのままクリスマスのブーケとして楽しむことができます。なのでぜひ皆さんも一度は作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.